お久しぶりのこのアングルで申し訳ございません。しかし、東北リーグが終わりましてね、グルージャ優勝、福島ユナイテッド2位で、福島ユナイテッドさんは、全社ベスト4に入りまして、地域決勝出場決定ってことになりました。そして我らが盛岡ゼブラは、最終セカンビアーレに勝ちまして、4位となりました。これは素直に喜びたいと思います。と同時にですね、私も、この1年、多くの方々にね、サポーターっていうことをね、認識してもらえたっていうのを、ありがたく思ってます。グルージャだったり、ガンジュだったり、アンソメットだったり、さらにね、もう、岩手を越えて、いろんなところのね、サポーターが、僕にね、注目してくれまして。今までの岩手のサッカーっていうか、そういうのにはね、こういう人いなかったっすからね。そういう意味では、僕はね、まあ、こうやって伊達に顔さわしてるわけじゃないなっていうのを、実感しております。まあ、応援してくれる人がいるからね。僕もね、今年、ゼブラの全公式戦をね、応援することができたわけですけど。本音を言えばね、もう一人でも多くの市民がね、サッカーへの理解を示して、こう、盛岡ダービーマッチ、まあ、ゼブラ側にね、ついてくれる人がいれば、嬉しいんですが。と、もう一つ。10月23日、埼玉スタジアム、第2競技場の方に行きまして、東京農業大学、森翔が優勝した時のキャプテンの藤村くん、彼がいますね。彼見にちょっと行ってきます。時間は11時半ですんでね。見かけましたら、どうぞ、お声をかけてやってください。僕は逃げませんので。以上、斉藤明でした。